この BGM 聞いたらなんかワクワクするよな。しょぼーん。瓶の蓋が開かない。やあ、刹那圭介です。今回はこのゲームやっていきたいと思います。この前やった猫だったりクレイジー英語クイズと似たような雰囲気を感じます。多分同じ作者なんでしょう。やっていきまーす。確かクレイジー英語クイズのさ動画の時にも確かこのゲームの存在に見え隠れしとったような気がするんやけどな。端の方に、これも端の方に猫ついとるもんな。あとまたなんか設計関連のなんか企業の広告出とるな。やります。ステージ1。遊び方。開かなくなった瓶の蓋を開けよう。タイトル通りです。気になるところをタップしよう。また探索ゲームです。アイテムは使いたい場所。これは前も一緒です。前やったやつと一緒です。 OK、 やりましょう。いきなりゴム手袋があるわけで、これは別に普通にチュートリアル的な感じで考えていいかな。この滑らんようになるから開けやすいみたいな模範解答やな。要はクリア。すごい笑顔だったな。お前めっちゃジャム好きなんやな。ジャムがあれば何でも食べれるタイプの人間だろお前絶対。すごいいい顔しとった。ハムスターやん。口の中にいろいろ物を詰めたハムスターみたいな顔しとった。この棒なんだろうな。このバーベルみたいなやつ、なんか両端に重い乗せる系のやつ。別にこれだけじゃなんもないんやな。あ、あるわ。そう言うたら重りがあるわ。でもこれで何するんかな。とりあえずこれくっつければいいんだろ。筋トレしような。いやー、短時間でそんなにはならんだろお前。お前筋トレなめんなよお前。元戻っとるでないかも。でもって今元戻っとるでないか。せっかく筋トレしとるのに。一瞬だったでないかお前。ルフィへのギアサードみたいな感じだなお前。なんだろう。まだドアが開くがなんもないやな。その向こうはこっちか。ああ来た。勝ち悪気か。勝ち悪気なのかお前。そんな缶詰発売されて結構経ってから缶詰開ける道具が発売されたみたいな。それまでは勝ち割って開けてましたみたいな。そういう昔の話はいいけん。勝ち割る気だ。ヘイ。ああ。ああ。これを見ているジャムの制作会社さんブチギレるぞお前。いいか。手に持つな。そして広告出すなお前。ごまかすな広告でお前。今回の広告ニトリだったわ。お値段以上ニトリやん。あ、開いちゃったし。間違えて開いちゃったし。まあ、なんかさ、いつもさ、10時半なんよな。午前10時半なんやけど。なんかこの10時半っていう時間に何か思い入れがあるんだろうか。今回も外は何もなし。サボテン。もうなんもない。花。お、なんか落ちそう、落ちそう、落ちそう。連打しよったら落ちた。ああ、物騒なもんが出てきたお前。これ警察に見つかったら逮捕ですよ。何かの犯罪を起こすためのものですから、ご信用ではないだろうに。いやー、これしかない、これしかない、これしかない。さっきより物騒。そしてこの笑顔手に持つな。だからお前。地面に落ちたジャムを手に持つなお前。後で手洗いなさい。お、なんか数字がある。4578。6が抜けとるな。だからパスワードっぽいな。あー、これや。もうそのままこれや。4、5、7。いや、ちょっと待って。さっき拳銃っていう物騒なもんをさ、でさえなんか、絵の裏に隠しとるぐらいやけどさ、これわざわざ拳銃にロックするって何なんだろう。何が入っとん ?4578 あれ ?4578 えあれ4578でなかったっけ ?4578 よなあ。え右こっちえ左なんかあるん左側に、まあ、そのまま、あ、そのままでも試そうとできるんだよこれ。この矢印何の意味があるん ?4578 え ?4578 の隣、あ、まさかこれ時計指しとんかな矢印。つまり10時30分やけん1030的なちゃうんか。あ、8754かもしかして。これを矢印の方向に打ってくださいみたいな感じで、8754? あ、そういうことか。あ、なるほどね。順番が違ったんじゃ。なにこれ。モップや。けーん！また物騒なもん出てきた。3連続で物騒なもんで解決するんか、お前。武力で解決しすぎたんじゃ、お前。わー。まだ中身散ってなかったゲームもだいましと見ましょう。和の文化ですね。江戸時代にジャムがあったらこんな感じなんだろうな。開く、なんもない。この中もなんもない。時計もなんもない。次。ライター。もう前回、過去3回分、物騒なもんを見てしまったからには、これも物騒な方向にしかも使わなさそうに見えてしまうっていう。ああ、また物騒なもん出てきた。また物騒なもん出てきた。ああ、なんなの？なんか犯罪組織が関わってそうな感じがするんやけど、このゲームに。それ以外にアイテムないし、もう絶対これだよ。こういうことだよ。裏、後ろ、誰かおるし。あ、待って、逃げろ、お前。あー、ですよね。あ、そうなんじゃ。さすがに自分が大ダメージ食らったらゲームオーバーなんじゃ。それよりも、後ろでターザンおったけど、なんなんあのターザンは。あのターザン。待てよ、ターザンにぶち込むんか、これ。まさか今、後ろにおったターザンにこれぶち込む感じなんかな。ってことはこれターザンが出てきてやすいようにこうしとくべきなのか。ターザン、あ、出てきたターザン。あ、間違えた間違えた、それじゃない。ターザンどのタイミングで出てくるか分からんけど、多分ターザンにボムぶっ込むんじゃないかなって俺は思っておるんだけど、それともターザンにこの日、そっちじゃないんよ。あ、ターザンが出てきたときにボム投げ、ちょっとそっちに持っていくんかな。こう開けといて、ターザンが来るまでここ待機させといて、ここじゃないんかな。ターザンが出てきたときにこのライターではない。ターザンになんか触れたらなんか起こるんかな、手に入るんかな。あ、縄を奪い取ったんやけど。なんかターザンから縄を奪い取ったんやけど、つまりさ、導火線作るんちゃうんこれ。これ導火線、来た。こうしたら離れたところから、ちょっと、あ、まじ、離れたところから火つけれるけん。こう、無事なんじゃ、この人は。ここまでして、地味の蓋開ける必要あるんかな。どんだけジャムに心を、心を奪い取んだろう。だからさ、このさ、おでん散らかしたみたいな。おでんの鍋、ひっくり返したみたいな感じになるよ、お前。いつもいつも、お前。それを手で持つし。ニトリ出てくるし。次。なんかあるね、これ植物。でもなんもない。このさ、窓から出てくるイレギュラーな存在がさ、いつもいつも気になってしょうがない。あー、おじいさん、おじいさん、どうした一家に一台、おじいさん。どうしたの歯が一本かけて。おじいさんもなんか、つけられてんな。あんだけ武器持ってるんだ。ちょっと警察にマークされてもそりゃおかしくないな。拳銃奪おうとしてるやん。何拳銃奪おうとしたんだお前。そこまでしてジャムが食べたいのかお前は。バットで襲いかかるんこれ。警察に聞くそれ。そんな物騒なことしてええんよお前。反社会的なお前。あ、でもないんやな。それで突っ込んでいってもバットは使わない。え、そういうことなの？この、なんも罪のなさそうな人に襲いかかるの？お前が襲いに行くん。倒しちゃった。ぶっ飛ばおじいさんだった。おじいさん、このケースに何の恨みが？わしの孫は、お前ら警察の捜査によって無罪なのに捕まったんじゃ。そんな過去が見えてくる。悲しい。そして拳銃。拳銃の使い方はさっきと一緒だ。物騒なんじゃ。もうジャムをめぐる物語とは思えんのじゃ。もはやもう。何か、やばいものを見ている気がする、私。雨。ああ、ようやくなんか物騒なもんから離れたもんが出てきた。もう、あれ他になんかあるん？あ、男の子にあげるんか。はい、雨。わーい、ありがとう、お兄さん。これ、俺にあげるってもらうよな。これなんか役立つかな。これ上にくくりつけて飛ばしたな。ああ、その落下でそんなに割れるか？そんなにコンポ飯になるか？なんで爆弾と同等の効果を生み出したのこいつ。それを笑顔でこう食べる。なんかサイコパス感じるよ、この人。サイコパス感じるよ。カードがあるね。クレジットカード。なんかをね、買うんでしょうね。通販で武器を取り寄せたりはしないよね。そこまでしたらちょっと、この世の中、物騒で極まりないよ。パスワードここに書いとんかな、このカード。なんもないか。この水たまりみたいなのが気になるけど、水につけた。ゴールドカードくれ。くれたわ。あなたは正直者ですね。そういう話じゃないんじゃ、お前。そういう動揺じゃないんやな、今回は。このカードを手に入れたはいいけど、パスワードがわからんのよ。パスワードを。こう動かせるんやけど、パスワードがまだ分かってない。なんかあるんかな、それ以外に。この金のカードで。おー、欲張り。まだ金のカード出してきた。おっさん。金のカード戻ってきた。戻ってきただけじゃん、お前。なんか面白いアクションください。銀が戻ってきた。なんだよ。何に使うんだよ、これ。ああ。数字と言ったら10時30分しかないけんさ。とりあえず10時30分入れてみるわ、もう。いいんじゃ。それでいいんじゃ。なんで今の時刻パスワードにしたんや。チューブジャム。注文。あ、これもしかして銀のカードだったらお金払えんパターンのやつじゃない？カード、はい。銀のカード。あ、ダメなん。ってなるんじゃ。なるほど。銀のカードは口座がないんじゃ。残高がないんじゃ、もう。だから、残高のある金のカードを使ってパスワード。1030でロック。チューブジャム。もう終われんけん、新しいやつ注文しようかっていう話ないんだ。もう終われんやつはもういらんけんみたいな感じなんじゃ。割れないならそんなのこっちで使った。わあ、ファイナルファンタジー始まった。ラウンド1。誰だよ。とうとうこの瓶を置いてきぼりにするときが来たからな。これまで主役を張っとったこの瓶がかわいそうになって感じてくるわ。ニッパーなんかちぎる。また物騒なもん。なんでそういうさ、時代、だいぶ前の時代の物騒なもん出してくるんだな、お前。オールラウンドやないか。物騒に関してはオールラウンドでないか、お前。佐藤もなんかいろいろ物騒に感じになってるし、なんでいつも警察か待機しとかわからんし、その前にこんな感じで囚人がおるし。なんだあ、ニッパーこれでちぎる。ちぎれるか。そんなんでちぎれるか。ちぎれたし。これニッパーじゃなかったんかな、うん、でも俺にはニッパーに見えたんやしな、普通に、いや警察、目の前の警察なんもせんっていうね。それに対してノータッチやしさ。もうこの世の不条理はよくわからんが、弾を込めて導火線に火をつけて、これでドカーンっていう感じでやるんやな。ドカーン、ヒュー、弾道がおかしい。このドカーンの感じからして弾道がおかしい。火力と弾道の差が差がおかしいよ。まあいいや。うわー、これ見たことある。このちょっとうっすら抱えた白いやつ見たことある。これ前にも見たことあるんよ。なんか猫のやつだよ、お前。わー、来たー、来たよ、赤いやつ。お前知っとるぞ、お前。この赤いやつで魔法陣書いてたらどうなるか俺には知ってるぞ、お前。うん。はい、いでよーって感じで、ね、お前が出てくる。あれ、同じ魔法陣なのに前のやつと違うでないか、お前。まだよかった。あんな赤いやつ出てこられんでよかったみたいな感じだけど。白いやつがどっかにあるはずないよね。あ、ここか。あ、でも前もここだったような気がするよな。まあいや、これで白いやつを出したら正解と。何が出てくるん？わ、剣士できた。異世界から剣士召喚したんやけど。ジャムのためだけに異世界から人呼ぶ。いかがですか？面白いです。はい。はい、面白いです。はい。なんこれ？いきなりなんかテーブルの前に立って、なんかこれからマジックしますみたいな感じになったの。なんで主人公がここで立たされたのかよくわからんけど。あ、猫！ああ、お前、前にも見たことあるやつ。なんこれ？僕が活躍する前作をプレイしてんじゃん。ああ、やったよ、もう。いいよ。いいよ。いいよ。やっちゃう。結局、宣伝のためのだけにこの猫を立たされとったんじゃ。わあ、マジちゃんみたいな格好をさせられてる。いけ。タララララララ、タララ、何も始まらない。あ、これもいる。あ、そうか、そうか、そうか。これをかぶせ、あ、そっちか。なんかかぶせるけど、かぶせたわ、結局。割るな。割るところはお客さんに見せないという配慮わからんぞ、お前。お前の配慮は。うまそうに食いやがって、お前。あ、鍵がかかってるね。あ、なんこれ、なんこれ、なんこれ。コイン！前もコイン使ったな、そういや。ってことは、なんかあるん？お？コイン3枚ちょうだいよ、みたいな。300円、300円ねだてるババがいる。はい、300円。はい、100円。200円。300円。はい、鍵くれた。お礼に鍵あげる。ありがとう。でもこの家の鍵なんでね、なんで300円も対価を渡さないといけないんですかね。僕の鍵なんです。僕の家の鍵なんです、これ。開いた。うわー、物騒なもん、まだ出てきた。え、包丁で開けるとこじゃないよな、これ。包丁じゃさすがにあかんだろう。うわあ。一番刺さってない、欲しくないところに刺さっちゃった、お前。まあ、何事も武力で解決するには良くないよな。いや、解決しそうやな。とか言いながら解決しそうやな。これでこういう用途じゃないとしたら、もう一つの用途としたら、物騒な用途が思い浮かぶんやけど、あんまやっちゃいけない物騒な用途なんだけど。あ、だいたいさ、こう、端の方からこう動かすときにさ、画面がこう動いてしまうのどうにかしてほしいな、俺は。よし。ああ、上位互換持ってきた。それくれ。あ、それくれた。くれるんかい。くれるんかい。てか、くれるんじゃ。見せびらかしただけか、お前。お前に使ったろうか。てか、銃でジャム開けるって発想、この人も3回目だぞ、お前。もうさ、ジャムの瓶は、悪者という認知になるよ、お前。次。もう、ジャムの瓶、勝ち割りおじさんって呼んだろう。ちょっと、プライバシーも、くれたくれもないところでトイレするんじゃないわ、お前。なんなん、それ。もう、いろいろと、うん。あ、奪い取った。おじいさんから機動力奪い取ったわ、もう、これ。奪い取ったらこれで何かやるんかな。あ、このまま使うわけじゃない。あ、だからさ、このちょっとちょいちょい動くにどうにかしてほしいんやけど。あ、なにこれ、鍛えてる。あ、終われた。何がしたかったんだろう。あ、そこを奪い取れるのじゃ。そこ取れるじゃん。トイレ水流せんようやな、お前。あ、こっちを鍛えるのね。こっちを鍛えたら、なぜそうなる？なぜそうなるお前。変化したところのさ、工程、もうちょいスローモーションで見せてほしいんやけど。そんで、この剣が出てきたってことは、さっきもやったけど、みたいな展開になるわけじゃん、これ。ストーン！まだファイナルファンタジー出てきた。このじいさん、先からレギュラーとして出てきようやけど、どういう関係なんこの主人公と。じいさん、なんかモテない？モテないわ。ルービックキューブ。マリオ。マネせんでもいいのに、わざわざ。なんでマリオって発想になったのか、お前。マリオっぽいけどさ。ルービックキューブ、じじいに渡すんかな？わからんか。あ、それいるの？それ使うの？これもう完全にマリオ。これが、ああ、そういう問題なのか。ああ、この、ブロックか、この、中にアイテムがあるタイプのブロックかの問題だったの、これ。ああ、キノコ出てきた。でららららららん！でかっ！めっちゃでかいな。家に入ってることがおかしいぐらいでかいってことは、ああ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 、戻った。何でもありやな、お前。瓶勝ち割るためなら何でもありやな、お前は。どんどん進んでいこう。な、これ、ドローン来た。現代。現代的な感じに進める感じになってる。そのドローンでどうにかできるのか、これ。ブーン。さっきもこれ、なんか屋根にぶつけてみたいなのあったな。え、ああ、え、そう、さらになんか動くん、これ。え、なんか違うゲーム始まったんやけど。なんかドローンを動かすゲームになったんやけど。誰かおるし。じいさん！じいさん、なんでお前そんなとこおんの？で、屋根にぶつければいいんか。この屋根にぶつけた衝撃で、瓶が落ちます。で、落ちた時の衝撃で、割れます。食べます。回りくどいな。普通に回りくどいな。テレビがある。傘！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 来ない傘いる？な、おじじい、なんでテレビのリモコンこんなとこまで持ち出してんの？傘あるよ。傘ありますよ、どうぞ。あ、そういう問題じゃない？戻しとこう。これ、アイテム。あ、天気予報見るのかこれ。もしかして。今日、明日。明日は、傘、明日は雨だから傘持っときなさいみたいな感じではないんじゃん。この人もなんかおるん気になるけど、明日にならんかったら意味ないもんな。時間よ、動けみたいな感じにならんが。この傘自体でなんかするとか、そういうわけでもない。何かギミックはあるんだよ。あ、なんか、所持できませんって出たぞ、お前。テレビに押したら。その傘いるん？その傘。あ、そうかそうかそうか。つまりそういうことだ。どうすればいいかな。この太陽のマーク奪い取って、ここを、これにすれば、今日雨降るってことちゃうん、これ。あ、降ってる。まあ、ご都合主義家のごとく降ってる。だから、この人に傘与えて、その対価に何か奪えばいいんかな。その対価で。なんもないかな。なんかくれん。傘あげたんやけん、なんかくれんの。まだ傘あるもん。まだ傘あるけん。もういいだろってぐらい傘あるけん。ああ、なんか剣で俺、あれこんな剣あったっけ？傘必要ないやん、もう。なんで剣出てきたん？なんで剣出てきたん？はい、武装。もうこの人、前世侍だったんだろうな、ってぐらいの立ち筋。現代の五右衛門。そして、ファイナルファンタジー。あ、消しゴム。消しゴム？なんで消しゴムなんかあるの？どうした？麦わら帽子が欲しがってる。あの頃よくかぶっとったんじゃ。消しゴムあるよ。消しゴムだったらあるよ。な、これ。なんか物騒なもん走ってる。あ、これ消して行く末を変えてやればいいんか。何が変わったんだろう。何も変わらんかったけど。なんでジャムをタップしたら麦わら同士出てくるの？なんで？なんか出てきたし、ガチ出てきたし、お前なんでかぶっとったんお前。なんでかぶっとったん、そんなんわかるかお前。なんか麦わら帽子かぶっとったわ。はい、どうぞ。あ、なんかチャック出てきたし。チョーク出てきた。あ、書き換えるんかこれ。向き書き換えるんじゃ。え？中に入るように指示出した。でもお前もなんで中入るなだお前。そのまま入るなだお前。せめて降りてから入れよお前。都合よくジャムの上に行くなお前。落とすな。帰るなお前。クリアじゃねえんだよお前。もう、今のドライバーの機構は何だったんだお前。ああ、なんか敵ができた。バトルとかあるし。うわ、ジャムどころじゃないやんもう。もはやジャムどころじゃなくなっとるよお前。そりゃ負けるわ。この人誰？で、この怪人誰？なんかどうにかならん。なんかいろいろ気になるもんあるけどさ。カード金で解決しようとしてるな、これ。じいさんじいさんもじゃあじいさん行けじいさん行け。どう行けばいいかわからんけど。どう行けばいいか出てきた。仲介になった。じいさん殴る。じいさん殴られた。ただの暴力。ただの暴力だよ、それは。わあ、そうか、シーンだ。クリリンのことかー。クリリンと同等の力。スーパーサイヤ人になっちゃった。でで、何？あ、スーパーサイヤ人の力で割ればいいのか。コーナーだよ。なるほど。いや、それだったらさ、どうにかスーパーサイヤ人になる特訓してさ、日頃からそれで飽きればええやん。毎度瓶粉々になるけどな。なんだこれ？この部屋しかない。ん？なんもないよ。特に。あ、なんだこれ？なんか体勢変わったな。お、どうした？じいさん。やってみたろうか？あ、あれ！あ、そういう感じだ。あ、どうしたん？ああ、回す方向違うんかい。知識的な話だった。ああ、まともな感じだったな。テペロじゃねえよ、お前。ゲームクリアした。あ、つまりさ、これか。これまで蓋あかんかったらもう逆に回しとったからだって話だったんだよ。そのためにこれまでいくつもの瓶を粉々にしたり、暴力を振るってきたりしたんか、お前。皆さん。瓶の蓋が開かないときは逆に回してみましょうね、皆さんは。